こんにちはシュタインバッハ大学の石川ですいつもご視聴とチャンネル登録コメントもありがとうございますアメリカ amazon.com は米国時間2月3日に2021年の第4四半期の決算を発表しました amazon.com の純利益は前年同期比でなんと98%増とおよそ2倍の 143ドルと急増しましまたなぜ Amazon.com の純利益が急増したのかというと Amazon.com が出資しているアメリカの電気自動車企業リビアンの上場による株式評価益が含まれているからです一体リビアンとはどんな会社でなぜ Amazon と結びついたのか今日はこのことについてお話しします アメリカアマゾンドットコムは2月3日2021年第4四半期の決算を発表しましたアマゾンドットコムの売上高は前年同期比で9%増の1374億ドルでしたが純利益は前年同期の72億ドルと比べてなんと98%増と前年同期比でおよそ2倍の143億ドル 日本円で1兆6500億円に跳ね上がりました。なぜ Amazon.com の純利益が急増したのかというと、Amazon.com が出資しているアメリカの電気自動車企業リビアンの上場による株式評価益が含まれているからです。Amazon.com はなぜリビアンに投資したのでしょうか。それは電子商取引で 世界トップブランドとなったアマゾンは同時に宅配ビジネスのトップになったことも意味し配送車両の排出する CO2 二酸化炭素の削減に取り組まなければならなくなったからです。そこでアマゾンが目をつけたのが2009年に設立されていたリビアンという電気自動車製造のベンチャービジネスでした。 数年前、アマゾンは電気自動車メーカーのリビアンに10万台の電気自動車の配送トラックを注文し、わずか1年間の設計開発の後、最初の車両がアマゾンに引き渡されました。去年2021年には、米国の15の都市で、この電動配送トラックのテスト運用が開始され、今年2022年には、 最初のの万台がが実際の配送で運用が開始されることになっていますアマゾンは気候変動の抑制に関する多国間協定いわゆるパリ協定で定められている期限の10年前の2040年までに事業全体でネットゼロカーボンを達成することを約束しています。そして その具体的な取り組みの中心がリビアンへの投資だったのです去年11月10日にリビアンは1株当たり78ドルの株価をつけてアメリカのナスダック市場に新規株式上場しましたリビアンの株価はこのナスダック上場で53%も急上昇したことになります上場前にリビアンに投資していたアマゾンの決算にも この株価急上昇の恩恵はもたらされたわけですアマゾンは2月2日、リビアンの株式のおよそ20%を保有していると明かしましたカリフォルニア州アーバインに本社があるリビアンは10年後には年間で100万台以上の車両を製造することを計画していると創業者のスキャリンジは述べています リビアンはイリノイ州ノーマルの工場で車両を生産しています。この工場の年間生産能力は現在15万台です。リビアンはアマゾンのために開発した商用版のほかにピックアップトラックと SUV、スポーツユーティリティビークルというアメリカ人に人気が高い車種に注力しています。 この車種選定を見ると高級セダンの EV を主に作っているテスラとの差別化が際立っていますリビアンのピックアップトラックは R1TSUV は R1S と呼ばれています去年からすでに発売されている R1T は価格が7万5000ドル 日本円円で800万円ほどとなっています。大型バッテリーを組み込んだシャーシーが使われており、1回充電した後の航続距離は314マイル、およそ500キロメートルの長距離を実現しています。アメリカのカードライバーの実写テストによると、R1T はたった3.3秒で時速60マイル、時速96キロに達しました。 カードライバーが過去に実写テストしたピックアップトラックの中で最も速いピックアップトラックになったということです SUV の R1S は7万ドルから7万5千ドルで予約を受け付けており今年夏から R1S の納入が始まるということですが予約はほぼ埋まっていると言われていますかなり高額な値段にもかかわらず アメリカ人から人気の高いリビアンで IPO ・新規株式上場の時点での株価は急騰しましたがとはいえ最近の株価は全くさえませんこちらはリビアンの株価チャートです去年11月の IPO 時点で株価が急騰したリビアンでしたが11月16日の株価172ドルをピークに それ以降は下落基調をたどっており今月2月には株価60ドルほどとひどく落ち込んでいます電気自動車 EV のセクターには新旧取り混ぜて多くの競争相手が次々に出てきており今後競争はますます熾烈になることは必至なので市場も投資家もその点を懸念していることは間違いありませんリビアンは 上場時点の株価急騰で一時フォード社の時価総額を上回りましたが今はフォード社の時価総額よりずっと下に位置しています世界の自動車メーカーの時価総額ランキング上位11社は現在このようになっています1位のテスラの時価総額は日本円で100兆円を超えています リビアンの時価総額は、日本円円で5兆円を超えています。ちなみにこの時価総額ランキングで9位のステランティスはかつてフィアット・クライスラーと呼ばれていた会社ですがこのステランティスが先月1月にステランティスの社債ダッシュボードのソフトウェアとクラウドサービスを アマゾンはまた2023年に発売が予定されているステランティスの電気自動車の最初の商用顧客になるとも発表されましたこの発表がなされた日にリビアンの株価は11%も下落しましたステランティスのこの発表が「 アマゾンとリビアンとの関係が薄まるのではないかという憶測と観測を読んで、リビアンの株価下落に拍車がかかる事態となりました。amazon の純利益を押し上げたリビアンの株価をアマゾンの行動が押し下げることになるという誠に皮肉な事態となりました。今日はこの辺にします。 最後までご視聴ありがとうございました。お気に召したらチャンネル登録といいねボタンをお願いいたします。それではまた。